こんにちは、インターン生の小野です。さて、この記事もそろそろ終わりに近づいてきました。最初はこのテーマで第10回まで広げることができるのかと不安を抱えていましたが、思い出しながら書いてみると自然に手が動くものです。物忘れ防止になるので、これを機に日記やブログを始めてみようかと考えているのですが、そんなことはさておき、今回は前回の勧誘活動によって集まってくれた部の存続を担う大切な新人たちの話です。今回もぜひ楽しんでいってください。さて、勧誘活動が終わって数日、新人メンバー志望を集めた説明会を行いました。そこはなんと6人以上のメンバーが集まってくれました。途中でいなくなってしまったメンバーも、いるため数が少し曖昧です。すいません。せっかく集まってくれた後輩なので仲良くしたかったのですが、後輩というポジションにあまり接したことがなく、今回は前回と比べて数が多かったので接し方が空回りしてしまっているのでは、いるようなもどかしい気分を味わっているとここで問題に気がつきます。それは新人メンバーに初心者が来てくれたことです。未知のゲームに興味を抱いて参加してくれること自体は非常に喜ばしいことではあるのですが、前回の後輩君のような経験者ではないということは、ぷよぷよの基礎的なやり方などの教育が必要になってきます。もちろんゲームのルールを説明することはそこまで難しいことではなく、ぷよぷよ自体も簡単なルールとなっていますが、問題なのは立ち回りです。自分たちは普段降ってくるぷよの色がどういう組み方にするかをある程度予定を立て、それにより連鎖を組み上げてくる定型という組み方を主流にしていますが、そもそも組み方を頭に入れないと不可能な立ち回りのため、実践で行うまでにはかなりの時間がかかりました。特別後輩メンバーたちが下手というわけではなく、無知識から戦えるようになるまでにはどうしても時間がかかるのです。逆に自分が得意とする、もう一つの立ち回りに不定型というものがありますが、昔から組み方をの定型も知らずにぷよぷよをやっていたゆえに身についた、フィーリングに基づいた動きとなるため、口で説明することは大変困難であり、下手をすると大失敗に終わる可能性が高いため、そちらの組み方は置いておいて定型の教育に力を入れました。しかし不定型を中心に立ち回る自分ではうまく説明することができず、部長に頼ることが多くありました。そんなことがあって新人教育を進めた結果、今ではしっかりと戦うことのできる、新メンバーに育つことができました。以上で新人教育についての記事を終わらせていただきます。次回はいよいよこのテーマの最後の記事になります。最後の記事にちょうど自分のサークルの活動の最後を記述させていただきますので、ぜひ最後までお楽しみください。この動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録もしくはいいねボタンよろしくお願いします。